変国編4層前半の YPP 式の解説をします。2回目のブラッドレイクの線がついた時点で北にタンク平、南に DPS っていう感じで3回して、線がついた方は重なります、つかなかった方は重ならない程度に3回です。でエンチャンテッドペロネペルソナの栄称が終わってデバフがついたのを確認したら、デバフがつかなかった人が重なってる組のところへデバフを取りに行きます。これ同時に取りに行くと事故が起きるので優先順位を決めて順番に取りに行く感じですね。これでデバフの処理は完了で、次に来るインバースクラミスは1回目のブラッドレイクで線がつかなかった4人が内側に入って線を取るみたいな感じです。あとは3回位置に従って3回ですかね。これで線とデバフのギミックの YPP 式の処理法の解説を終わります。